2022年5月ニューハート渡辺国際病院では僧帽弁閉鎖不全症の新たな治療法としてネオコードというデバイスを使った新拍動下僧帽弁形成術を導入しました。心臓の左心房と左心室の間にあるのが僧帽弁。肺から酸素を受け取った血液が心臓の左心房から左心室に送られる際に通るゲートの役割をしています。この僧帽弁がきちんと閉じなくなると左心室に送った血液が左心房に逆流するようになってしまうのです。これが僧帽弁閉鎖不全症。この状態を放っておくと左心房、左心室ともに大きな負担がかかって拡大し、本来酸素を蓄えた血液が全身に送られなくなってしまいます。これが心不全となると息切れや咳、呼吸困難などの症状が現れ、時に命に関わることも。この僧帽弁閉鎖不全症を引き起こす大きな原因の一つが僧帽弁を支える腱索にあります。腱索が何らかの原因で伸びきってしまったり切れたりしてしまったケースです。ニューハート渡辺国際病院ではこの僧帽弁の腱索を再建する治療法として手術支援ロボットダヴィンチを用いたキーホール手術を行ってきました。患者さんへの体の負担を少なくするための低侵襲手術と呼ばれるものですが、手術時に心臓を一旦止め代わりに人工心肺を使用します。しかしこの人工心肺を使った手術は患者さんの体への負担がかかり、脳や臓器などで合併症を引き起こすリスクもゼロではありません。そして今回導入された心拍動下僧帽弁形成術は人工心肺を使わず心臓が動いたままの状態で腱索を再建する新たな手術法です。切開するのは左胸を5センチから7センチほど。そのため術後に残る傷は小さめ、心臓が動いた状態のまま心臓の先端から左心室にネオコードという腱索再建用の器具を挿入します。エコーで心臓内を観察しながら僧帽弁の弁線を捉え、壊れている腱索の代わりにゴアテックスの糸を湯がいて人工腱索を作成するというもの。ネオコードを抜いた後はエコーで弁の状態を観察しながら人工腱索の長さを調整します。そしてリアルタイムで逆流が制御されていることを確認します。これは従来の再建手術ではできなかったことであり、心拍動下僧帽弁形成術の大きなメリットです。手術時間はおよそ2時間から3時間ほどです。心拍動下僧帽弁形成術は2011年からこれまでに全世界で1750人以上の方が受けられており、欧米において新たな治療法として注目されています。当院では2022年7月現在、国内で行われた10例のうち8例の施術を実施。瀬口龍太医師をはじめとしたチームで行い、全て成功しています。中には国内初となる手術事例となったケースも。従来の方法ではリスクが高くて手術ができなかった方、高齢者の方だったりとか動脈硬化の激しい方だったりとか、以前に心臓の手術をしたことがある方ですね、そういった人たちに対して人工腱索の再建ができるようになったこと、これが一番大きなメリットというふうに思います。埼玉県で農業を営む伊藤さん86歳。高齢者の場合、これまでの人工心肺を使った手術では術後に身体機能や免疫機能が低下していることで合併症を起こすリスクがより高くなります。しかしネオコードを使った心拍動下僧帽弁形成術では傷口も小さく感染リスクは最小限、さらに人工心肺を使用しないため体への負担も少なくて済むのです。手術は
およそ2時間で終了。伊藤さんは手術後6時間後に自分で食事をとり、翌日にはリハビリを開始するほどにまで回復されました。素晴らしい。そして手術から6日、入院するときにね、もう畑と諦めてきたんですけど、また日ができそうです。助かりました無事退院です。僧帽弁閉鎖不全症の再手術のため来院した土手さん。心臓の再手術の場合、人工心肺を使用する手術では合併症を起こす確率、そして死亡に至る確率も高くなり、大きなリスクが伴います。ロボット手術はもう2度目の手術では不可能だっていうことで、じゃあ今回のネオコード法っていうのがありますよっていうことをご提案いただいて、はい、この新たな形成術を受けることを選択。手術時間はこちらもおよそ2時間30分。術後、土手さんは傷口が小さいので、痛いといっても動きに支障があるほど痛いわけではなく、回復も早いなと思ってます。非常に皆さん経過いいですね。血圧も脈もずっと安定しているし、脳の合併症、神経学的合併症ですね、あと他の臓器に対する合併症というのは全く起こってない。本当に安全に患者さんが治療できるなと実感として持つことができました。